今日はね、けまりさんのチャンネルでコラボしたんだよ。うふふ、ぼっちなあたしゃもついにコラボだよ。というわけで、あたしゃのとこもあっちの宣伝も兼ねて、王様ゲームするよ。いや、コラボしてもらったばっかなのに悪いよ。いいからいいから、みんな待ってるし。おー、来たわね。生贄は連れてきたか？帰らせてもらっていいですか？本当にごめん。誰か連れてこなきゃ殺すって脅されてて、常に友達より渡すくずみたいになってますよ。ひどいんだぜ。大丈夫よ、私たちがそんなひどい女に見える？ねえ、一緒に楽しいことしよ。ポポ。お姉さんたちと遊びましょう。いや、サワーさん、助けて。チュンチュン。チュンチュンチュン。逃がすか。さあ、楽しい王様ゲームをするわよ。生きて帰れるのだろうか。王様だあれだ。ポポ。発色か。ポポしか言えないけど命令できるの？私、ある程度意思疎通できますよ。ポポポ。2番が王様を抱きしめる。え、僕だ。ポポポ。いいのかな。テンポ悪くなるからさっさとやるんだぜ。ポポポ。あれ？てっきり強く締め付けられるかと思ったら、すごく優しく抱きしめてくれる。なんだろ、柔らかいし、すっごくいい匂いがして変な気分に。大丈夫？王様ゲームっていいね。はい、次、王様だあれだ。私だぜ。なあ、シューマリ、お前何番？僕、5番だよ。そっか。八尺ちゃんやし女ならともかく、他のやつに番号を知られたらダメだよ、性格終わってるから。うん、すっごい後悔してる。私が王様。サワー何番？シオンなら教えてもいいか、1番だよ。サワー、よく似合ってる。いや、おかしいだろ。なんでメイド服？メイド服は従者の戦闘服だって、コウマ館のメイドさんが言ってた。サワーは私の従者だからね、仕方ないね。従者じゃなくて居候だこの野郎。くっそ、悪意がないだけに怒れない。なんとか終わりにできないですかね。いや、その前に一矢報いねばならない。王様は私です。1番が王様に殴られる。あ、私だ。決めー。取った、第3部官。俺だー。やっぱ、すぐにでもゲームを終了させよう。来た、僕が王様。ゲーム終了します。いいのか、けまり。え？ゲームを終了させるのは簡単だ。だけど、私たちとのコラボはお互いの時間もあるから簡単じゃない。何の爪痕も残さず、このまま終わってもいいのか？それでお前のチャンネルで待っている妹や弟たちは納得してくれるのか？確かにそうだ。この機会を逃したら、今度いつコラボできるかわからない。もしかしたら、もうコラボすることもないかもしれない。霊夢さん、何番ですか？4番。命令です。王様と4番が、勝負をする。ほう？なんて無謀な。何か考えがあるのかもしれないぜ。どこからでもかかってらっしゃい。もしものために、用意してきてよかった。お金？あげるよ。やった。本当は札束の形をしてるだけのメモ帳。だけど、隙はできた。やったか。これ、お金の匂いがしないわ。降参します。発射区、サッカーしましょうか。ポッポポ。けまり、お前、ボールな。ひー。助けて、サワーさん。いやー、けまりが来てくれたおかげで霊夢の無茶ぶりに付き合わないですんだよ。サワー、私たちのことを性格終わってるとか言ってるけど、お前も大概だぜ。お土産にダークマターあげれば許してくれるはず。完全に喧嘩売ってるだろ、それ。兄さん、そろそろ帰ってくるかな。サワーさんに迷惑かけてないといいけど。あ、帰ってきたみたい。おかえり、コラボどうだった？まあまあ楽しかったよ。お前